みんな準備はいい？オッケー、ニコ。任せてください。みんなシュシュをうまく保護できるように頑張ろうね。シュシュ、ダンボールじゃなくて本当のシュシュのお家を用意しましたよ。近所の人に借りたケージやけどね。捕まえるときは少し驚かせちゃうかもしれないけど、これでシュシュと一緒に暮らせるようになるわね。それじゃあほのかが近づいてみるね。ほのか、頑張って。シュシュ、暴れないでね。リンたち怖くないからね。あれ？シュシュが自分からほのかちゃんのところに行ったよ。やったー、ご飯をあげたりしてたから、もうちょっとずつ仲良くなれてたんだにゃ。まずは動物病院に行って体の様子をお医者様に見てもらいましょう。病院から帰ってきたら当分は私の家で様子を見ようと思うんだけど、いいかな。部室だと夜や休日は一緒にいられませんから、それがいいですね。誰もいないところで夜を過ごすのはもう寂しいよね、シュシュ。大丈夫よ、シュシュ。私たちがあなたのお母さんになるからね。これからシュシュと一緒の暮らしが始まるね。お、シュシュどこに行くの？あ、ねえ、あそこに猫がいる。こっちを見てるわ。もしかしてシュシュのお母さんかも。え、あ、本当だ。シュシュ、お母さんが迎えに来てくれたんだ。大丈夫かな。私たちが一緒にいたから人間の匂いがついちゃってるかも。あ、シュシュがお母さんのところに帰ってく。私たちが触っていても母猫は迎えに来てくれたみたいですね。ええ、きっとシュシュのことを探し回ってたんだわ。うん、ちゃんと会えてよかったんだよね。うん、お母さんと一緒にいられた方がいいものね。寂しいけど。だから嫌だったのよ、マキ。どうせずっと一緒になんていられないんだろうって分かってたの。マキちゃん、じゃあシュシュに会わない方が良かった？そんなことはないけど。別れるのは寂しいし辛いですね。ですが短い間でもシュシュと一緒にいられたことに感謝したいです。そうね、海の言う通りだわ。一緒にいられてよかったってシュシュも思ってくれてるんじゃないかな。ええ、辛い辛いけどありがとう、シュシュ。偉いね、マキちゃん。よしよし。ありがとう、リン。よしよしは別にいらないけどね。シュシュ、いつでも会いに来てね。シュシュ、お母さんと幸せに暮らしてね。シュシュと一緒にいられて私たち